こんにちは、宮古寺です。こんにちは、今日の動画ではですね、数学検定2級の二次試験を分析したので、その結果っていうのをお伝えしたいと思います。第260回から、310回までを解いたんですけれども、全部ですね、どんな風に出て、どんな公式が使われてたか、どんな問題が出たかっていうのを詳しく説明していきます。で、まずは一覧表で説明して、その後それぞれ二次関数な二次関数についてどういう内訳でどんな問題が出てたかっていうのを解説していきます。で、2級の二次試験っていうのは、選択問題を5問中3問で、筆頭問題っていうのが2問あるわけですね。ですので全部で5問解くわけです。で、この5問の中で 60% 以上取れれば合格という形になるので、選択問題っていうのは結構大事になってくるわけですね。なので、どんな選択問題があるのかっていうのも参考にしてもらえればと思います。では早速解説していきましょう。電子黒板にちょっと見にくいんですけど、ギリギリ見えるかなと思いますので、ちょっとそこは勘弁してください。はい、まず問1なんですけれども、選択問題で、二次関数っていうのが3問あって、で、第288回っていうのは二次関数が筆頭問題だったわけです。で、この辺りはちょっと難しかったんですけれども、なぜかですね、ここはもうただただ判別式を使うだけの、もうだいぶ簡単な問題だったんですけど、これは数学検定協会さんの愛かなと。で、次に第2問が、確率が5回中5回必ず出てます。で、これも簡単なのか難しいのまであるんですけれども、この後詳しく解説していきます。で、次にですね、どこ行きましょうか。データの分析っていうのはポンと出てて、これが四分位数ですね。四分位数で外れ値を求める問題、外れ値って言ってももう定義が書いてあるので、問題文にそう難しい問題ではありませんでしたよと。で、三角比はここあるんですけれども、三角比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 ということで、基本的に筆頭問題で三角比は出てたんですけど、ここだけ選択だったよという形ですね。で、あと第3問で複素数、複素数、複素数の相当とオメガの問題だったんですけども、この辺もこの後詳しく説明していきます。で、5回中2回複素数だったんですけども、他は複素数は出てないですね。で、図形と方程式がポンとここなぜか出て、あとはここポンと突然対数が出て、あとはこの相似の証明がすげえ難しかったんですけれども、この辺りはちょっと、あまりこう毎年毎回違う問題というかね、ちょっとシャッフルされた感じはありますね。で、問4番っていうのが、ベクトル、ベクトル、ベクトル、5回中3回ベクトルが出て、あとは数列、数列が出てました。で、問5っていうのが整理技能の問題が出てたんですけども、これはただただ手を動かす問題ですね。もう与えられた問題に沿って、もうガーッと手を動かしたら答えが出ますよというタイプの問題です。で、さっき言いましたね、三角比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 で、で、二次関数はここ判別式が出てましたよと。で、問7が筆頭問題で、微積の問題が5回中5回出てるので、必ず出ると言ってもいいでしょう。おそらくほぼほぼ微積が出ますよと。接線を求めて面積を求めるっていう典型的な微積の問題です。じゃ あ詳しく内訳っていうのを見ていきましょう。まず二次関数についてなんですけれども、二次不等式の場合分けっていうのがですね、1回出てました。こうあった時に、こっちが未知数でこっちがもう数が分かってますよみたいな問題ですね。これが1回分出てましたよと。あとは二次不等式の連立ですね。連立二次不等式、二次不等式があって、二次不等式があって、それが連立されていると、それを解きなさい、共通部分求めなさいっていう問題が1回出てました。あとは、置き換えをした二次関数の最大最小を求めなさいっていう問題が1回出てましたね。x の2乗プラス 2x みたいなのを t と置いてあげて、 t の二次関数にしてあげてっていうタイプの問題です。それが1回出てました。あとは、さっきも言いましたけど、ここの部分ですね、ここは判別式が、判別式使うだけですよ。ただただ謎でしたね。優しいと思いました。はい、これが二次関数の内訳ですね。あとデータの分析は先ほども言いましたけども、四分位数ですね、 Q1 と Q3 を求めて、それをもとに外れ値を求めなさいという問題が1回出てました。はい、で、次、確率なんですけれども、もうサイコロ大好きね。基本的にサイコロ投げます。で、サイコロ投げて、余事象を使って解く
っていうのがもう王道みたいなので、5回中4回とも最高の問題で4事象だったので、このあたりを意識して解くと確率は解きやすいかなと思います。ああ、多分4事象ねと。はい。で、1回分ちょっと変わり種で、N 角形の対角線の確率というのが出てましたね。N 角形の対角線の本数にな、対角線になる確率を求めなさいという問題です。これは1回出てました。あと複素数が5回中2回出てましたが、一つは複素数の相当ですね、左辺の実部と右辺の実部をイコールにして、左辺の虚部と右辺の虚部をイコールにするっていう問題です。あとはオメガの問題が1回分。これで複素数が5回中2回出てましたよと。はい。で、図形と方程式が5回中1回出てたんですけども、それがどんな問題だったかというと、もう典型的なですね、この円と直線でできるここの線分の長さを求めなさいっていう問題ですね。点と直線距離の公式でここの長さを出してあげて、で半径っていうのはこんな風に与えられてて、ここで三平方の定理を使ってここを出すと、でそれを2倍することでここの長さを出しましょうっていう問題が1回図形と方程式で出てましたよと。で、対数なんですけれどもログっていうので、あとは相加相乗平均を組み合わせて、最小値だったかな、最小値を出す問題というのが1問出てました。まあこれもまあ5回中たった1回だけですので、うん、まあ毎回出るとは限らないですけど、まあ1回出てましたよということです。あとは相似比の証明ですね。相似の三角形が与えられたときに相似比をなんか2通りで表して、それが同値であることを示せっていう、これまあ今までの中で一番難しい問題でしたね、2級の中では。はい、これは1回出てました。まあこれは捨て問かなと思います。選択問題なんでね。はい。で、次ベクトルなんですけども、内訳が、ベクトルの大きさを使った問題ですね。まあただただ2乗するだけだったんですけど、ベクトルの大きさを求めてねっていうのが1回。あとはもう典型的なですね、点 P が直線 AB 上にある時の条件ですね。まあ係数足して1ってやつですよ。 OP イコール SOA 足す TOB とした時にここの係数足して1の問題が1回出てました。で、あともう一つはベクトルと内心の融合問題ですね。まあ内心といえば、三角形の内心といえば角の二等分線ですね。で、角の二等分線といえば角の二等分線定理なので、そのあたりの角の二等分線定理を使ってあげて、比率を出してあげて、でその内分公式ですね、比率足す比率分のでベクトルを出していく問題というのが1回出てましたよと。はい。で、数列なんですけれども2回分出てたんですが、1回は、もう本当典型的なですね、アルファを利用した、全化式を解く問題ですね。一般項 A のを求めなさいってやつです。まあここアルファアルファと置いてですね、ここを引き算することでここの6を消してあげて、で、一般項 A のを出すタイプの問題で、もう1個が、和から一般項を求める問題ですね。和が与えられてるわけです。まあ問題名を言うとヘックス数ってやつですね。まあ私の YouTube の中で検索してもらえればヘックス数って、それが動画で出てくるんですけれども、まあなんか蜂の巣みたいなやつですよ。そのヘックス数、和が与えられた時に一般項を求めなさいと。まあ公式で言うと N が2以上の時 AN っていうのは SN-SN-1 で、で N イコール1の時 A1 イコール S1 だよっていう公式を使って、解く問題ですよと。一般項 AN を求める問題が1回出てましたね。数列の内訳はこいつとこいつですね。まあ、こっちの方ははるかに簡単ですけどね。はい。で、整理技能の問題が、これはもうただただ手を動かして解きますよと。これはもう得点源だと思うので、ぜひ整理技能っていうのは取り組んでみるといいと思います。本番ですね。で、まああんま分かんねえなってなったり、ちょっと複雑だなって思ったら、まあその選択問題は捨てるのもまあ一つの手だと思います。まあ私の動画でですね、5回分説明しているので、ああこんな問題が出るのねっていうのを確認してみると、ああこんな感じねっていうのが分かると思います。さあ、で次三角比なんですけれども、三角形の面積と正弦定理を融合した問題っていうのが1回。あとは三角比の相互関係ですね、タンジェントシータがコサイン分のサインと、サイン2乗足すコサイン2乗が1と、1足すタンジェント2乗がコサイン2乗分の1っていうやつと、あとは正弦定理を融合した問題が1回。あとは、三角比の相互関係と余弦定理を融合した問題が1回。あとはもう形状決定ですね、典型的な正弦定理と余弦定理を使ってあげて、どんな三角形の形をしてますかっていう問題が1回。あとは三角形の面積を使った問題が1回出てましたね。これがまあ5回、
5回中5回参画費があったんですけれども、その内訳っていうのはこんな問題のラインナップでした。ですので、まあ制限予言面積あたりを抑えておくと取りやすいんじゃないかなと思います。はい。で、最後にですね、微積なんですけど、これはもう筆頭問題で必ず毎回出てるのでぜひ押さえてください。放物線の接線と面積の問題が2回出てましたね。まあ放物線がこんな風にあって、放物線上の点接点があって、こんな風に接線引きますよと。で、まあ Y 軸みたいなのがこんな風にあって、でここの面積求めなさいっていうタイプの問題です。と、あとは2つの放物線で囲まれた面積求めなさい。まあこんな風に放物線と放物線があって、ここの面積求めなさいってやつですね。まああれですよ、マイナス6分の1ベータマイナスアルファの3乗ってやつですよ。それが1回出てました。これ出た時はラッキーですね。で、あとは放物線と X 軸と Y 軸で囲まれた面積を求めなさいっていう問題であったりとか、まあこんな感じですね。ここの面積求めなさいとか、あとは、定積分の計算ですね。定積分がパーンと与えられてて、それをただただふがふが計算していくよっていう問題も1回出てましたよと。ですので、まあこのあたりの接線と面積の融合ですね、もう本当に微積のなんというか定番問題なんですけど、ここはヒットで出るのは本当抑えるとでかいですよ。5問中1問これでゲットできるわけですから。ですのでぜひ練習してください。じゃあどんな風に練習すればいいんですかっていうのは、私の YouTube でこの5回分をですね、説明しているので、それを見てもらったら、ああこの問題ね、こんな風に出るのねと、こんな公式使えば早いねっていうのを見てもらえればと思います。はい。じゃあ以上が数学検定2級の二次試験の分析だったんですけれども、まあ、もう一回一覧ちょっと見せておきますが、もう本当これ見て分かる通り、もうここですよ、ポイントは。ここで、まあ、5問中1問ゲットということは 20% じゃないですか。 60% 以上で合格のところ 20% ここで取れるわけですよ。でかいですよね。ですので、ここあとは整理技能を手を動かしたら取れるってことで、もうここで 40% じゃないですか。あとはどっか1問取ればもうそれだけ 60% で合格なので、もまあ戦略的にですね、あこれ取っていこうっていうのを考えながら、もうまあ何回も言いますけど、これですよ。これを勉強してもらえればもう合格率は跳ね上がるので、ぜひ勉強してもらえればと思います。微積ですね。はい。ということで、以上、分析でしたということです。ではですね、私のチャンネルではこんな風に数学検定の合格を目指して、いろんな動画を発信しているので、まあ、ちょっとでもためになったなって思った人は、チャンネル登録してくれると嬉しいです。あとですね、私は数学検定の合格者数1000人を目指しているので、私のチャンネルを見て合格しましたっていう人をこう目指しているわけです、1000人。そこはまず目標なわけです。ですのでぜひですね、数学検定を受けてもらって、このチャンネル分析見たりとか解説動画を見たりとかして、数学検定を受けて、それで合格したらぜひコメントください。ぜひコメントください。まあ受けた、合格ですね、合格した9とあと5年齢を書いてもらえると、私は宮古寺ハッピー台帳というのを作っているので、そこにこうパチパチパチっと書き込みます。ニックネームとハンドルネームですね、ハンドルネームと5年齢と、合格した9を書き込んで、それをこうやって今積み上げていってるわけですよ。でそれが1000人経ったらもう、いやーって、まあ、また動画を出しますけど、1000人達成しましたっていう、もうみんなで喜びましょう。なのでぜひぜひ合格したらコメントもらえればと思います。あなたの合格をもう心から応援してます。そのための動画なわけです。一緒に頑張っていきましょう。はい、合格できる。